まあいいわ。他ならぬアキちゃんの頼みだし、そこまで言うならこの話はこれでおしまい。なあ、噂はあくまで噂だし、何かあったら相談になるからね。まあ進君ならペンダントの影響を受けても大したことはなさそうだし。鼓、言い過ぎだよ。そうかな。さーて、それじゃあ他のところを探してみますか。やだな、さっきも言ったじゃない、麻生さんのこと。じゃあ進君、そういうことで。あ、待ってよ鼓。神岡君、ちょっと相談があるんだけど今いいかな。写真の焼き増しがうまくいかないの。手伝ってね、お願い。ちょっと急ぎなのね、お願い。は仕方がないわね。ごめんね、邪魔しちゃって。あ、びっくりした。神岡くん、どうしたの？私、眠っちゃってたんだ。起こしてくれてありがとう。私、鼓と待ち合わせしてたの。それで待ってる間に明日の数学の予習をしておこうと思ったんだけど。あ、神岡くんは？忘れ物？私、鼓と待ち合わせしていて。ごめんね。明日鼓と一緒にお話ししましょう。じゃあごめんね、神岡くん。また明日。7角ペンダントに何かあった？そうならいいんだけど。進君みたいにまるっきり知らない方が珍しいと思うけどな。星稜学園七不思議の一つじゃない。本当に知らないんだね。そうね。他には夜な夜な絵から抜け出す少女とか、最近では歩く人魚とか。七不思議なんてどんどん変わっていくから、いつでも同じ良さがあるってわけじゃないんだけどね。そうだ、進君、学園祭用の学内新聞のテーマを考えてるんでしょ？それ七不思議にしない？私もさ、最近気になってることがあるんだ。だからさ、私もあきちゃんも取材協力するからね。大丈夫大丈夫、あきちゃんは大丈夫に違いないから、それにしようよ。やったー、私断然協力するから。私はそうです。お嬢じゃありません。私そんな取材はしたくありません。するコーナーがありますから。お休みにする理由がありません。地味かどうかを読者が決めることです。はたちの悪い噂です。あれは偶然が重なった結果だったと学園側も発表したじゃないですか。その犯人が星原さんだとおっしゃるんですか？どちらにしても確かな根拠もないのに人の名誉を傷つけかねない取材をするなんてお断りします。関連性って何ですか？推測に過ぎないじゃないですか。これも時と場合によります。